娘が生後2ヶ月なのですが、分泌型で乳腺に3回なってしまい、先日、助産院の先生の指導を受けました。詰まりやすいようならミルクに切り替えて断乳したいと。 伝えると今は難しいと言われ指導してもらって3日ですでにお乳腺にまたなりそうです出産より乳腺炎の方が怖辛くて乳腺炎の不安を抱えて育児をするのが辛いですお薬でも生後2ヶ月は母乳を止めることはできないでしょうかまたお薬は保険を適用されますかううんあのもうどうしても辛い人たちは私のところでもねもうどうするやめろ もうしんどすぎるんやったらやめるのもありやで産後1ヶ月2ヶ月のママにねうんやめるよしじゃあもう潔くやめようその代わりこれやめてしまったんで自分が負けたとかね子供にごめんなさいとか私の根気がなかったとかそういうことでうじうじしないことを約束するんやったらやめてもいいどうするって声かけてやめるっていうことをやったらじゃあ,あのおっぱいを止めるお薬処方してもらおうかっていうので病院に誘導してっていうことをやってますはいなのであの別に可能ですよこれは。 はい。あの、できると思います、うん。ただ、ほんまに後で後悔することがないようにっていうところと、あとはね、分泌方、あの、こっから多分ね、今2ヶ月なので、あと1、2ヶ月はちょっと入選繰り返すかなと思うんですけど、助産院バブバブでの分泌方のママたち見ててすごい思うのは、やっぱすごい、妻ってトラブル頻発するのってね、生後4ヶ月までなんですよ。そこ超えてくると、激って、まあ 絶対入生にならへんかったらやっぱなることあるんだけども、でも、その4ヶ月、最初の4ヶ月に比べたら劇的になる回数は減ります。だから今ピークやと思うわ。一番今がしんどい時やと思うわ。だこれよりしんどくなることはまずないよ。うん。そう考えたら、ここから、ここから1、2ヶ月長いけどね、年内か。 ね、って考えたら長いなと思うんやけどそこをなんとかなんやかんや言いながら乗り切るのかもやめてしまうか別にどっちでもいいと思う赤ちゃんは別におっぱいをあの望めるから別にどっちでもいいわけで見ることね、うん、なのでこれはもうあの、うん、自分がどっちが楽かどうしたいかっていうところをねあの優先してもらったらいいかなってもうちいちゃんの気持ちが一番大事かなっていうふうに思いますね。 でね助産院もねねやっぱ、ね、あのー、先生によってはまた2ヶ月やから母乳頑張らせたいみたいな自分の思いをこうあの押し付けちゃうような助産師さんもやっぱいらっしゃったりするんです、ね、今は難しいってそういうことね。はいでも中にはね助産師さんでも,もうママの気持ちを優先しようっていうそういう指導してくださる先生もいらっしゃるのでこれ助産院も一回ちょっと変えてみるっていうのもありかなとは思いますね。いろんんな考え方があるのでねうん あの、よう考えて、やめるならやめるで、お薬行くことは可能なので、はい、決めてほしいな、というふうに思います。